はい、前回は UPS 工業の立ち上げをやって、まあ、測定までしようと思ったんですけど、ちょっとうまくいかなかったっていうところですね。前回はこのカードラックパーをオンにした後に、立ち上げ PC のソフト、これを立ち上げました。ちょっと画面が今出てますっていう。これですね。映ってるかな？で、いくつかセットアップを変えるところがあります。まずですね、UPS 光源を使う場合には、これ、セットアップの X-ray やります。で、通常は、アルミを使ってた時はこれにしますけど、アルミ、コンベンショナルのアルミですね。つまり、こちらのこのアルミ、光源を使ってた時にはこれですけど、UPS の場合には、こちらにして、こちら、ヘリウム光源ですから、これを使います。で、ヘリウム1の値にしてあります。21.22 ですね。で、これが終わったら、エグジットのボタンを押します。で、次に、アクワイアセットアップの、レゾリューションセレクトですね。で、HR、ハイレゾリューションのところを変えます。通常は、普通の XPS、アルミニウム光源の場合にはこのようなセッティングにしてます。パスエナジー 11.75 ぐらいにしてます。で、ステップが 0.025 です。で、UPS の場合はもっと分解の方がいい可能性がありますので、5.85 とか 2.95 選ぶことになります。どちらがいいかは、まあ、市場協会に聞いてください。まだちょっと、どれがいいか見極め兼ねてますけど、まあ、ちょっとやってみなきゃいけないです。で、今回の例ではちょっと 5.85 をちょっとやってみたいと思います。で、5.85 を選択して、この同じようにイグビット押します。で、次に、セットアップのサーベイです。で、ここのプリビアスのところに合わせて右クリックをして、で、入れます。で、一回、ユーティリに変えてから、ユーティリサーベイに変えてから HRES するとこれが更新されます。で、先ほど選択した値になっていると思います。パスエナジー 5.85 になってますね。で、前回の人が、アルミ光源を使ってた上にこうなってますけど、ヘリウム光源にしてください。で、時間はこのぐらいでいいと思います。で、それがセットアップ終われば、アクワイヤーのボタンを押せば測定が始まります。また画面が、なんか、ぼやけてしまうんですけどね、しょうがないですね。で、こういうふうに測定画面が出てくるということですね。で、今これは、銅のバレンスバンドを測っています。まあ、このようにして測ることができるということですね。で、パスエナジーはもう先ほどのやったように 2.95 の方がいいかもしれません。まあ、それは、いくつか調べておかないといけないところですね。で、あとは何でしたかね。これが終わった後には元の値に、アルミ光源、もうこのままヘリウム光源を使い続ける場合はこのままでいいですけど、アルミの光源にしたりする場合にはそれを書いて、アルミの光源にしない、アルミの、光源に変えたくない。で、どの光源に戻しておけばいいかはちょっとまだ決めてないんですけど、まあ、普通はアルミ光源の状態に戻しておくのがいいかなと思いますし、またログノートにもどういうふうな条件にしたかのかっていうのを書いておくと助かります。まあ、以上ですね。こういうふうにして、まあ、測定していけば良いということです。まあ、皆さんも良いデータを、得ていただければと思います。